札幌南市とは、北海道札幌市南区で産出する業海岩の石材。単にヤワ市と呼ぶこともある。明治時代から昭和初期にかけて札幌市、小樽市周辺の建物の建設資材として用いられた。札幌南市採石場はと約4万年前に、四骨カルデラで発生した大規模な火砕流が冷え固まってできた溶血業海岩である。 この噴火による噴出物は周辺を広く追いつくし、北は現在の札幌市南区にまで達した。札幌南医師はこの火災流の噴出物が固結したものである。1871年、札幌を訪れた親とい外国人の AG ワーフィールド、トーマス・アンチセルが札幌南部の穴の沢で発見した。大谷医師より、きめが細かく適当な高度を有していること。 柔らかいため、切り出しが容易であること、軽く保温性が良いことから、開拓士が利用奨励。開拓時代の使用建造物の資材として、広く使われるようになった。札幌建築館紹介、札幌南石文化を語る会による調査では、札幌南石を使った建物が、札幌市内で約300棟確認されている。昭和30年代以降、 コンクリートブロックなどの普及により利用は激減。2019年時点では切り出している業者は、時和地区に採石場を持つ一社のみである。建材としての利用は減ったものの、石切りバートが石山緑地やもみなみ公園の一部として整備されており、北海道地質百選にも選定されている。また、札幌南石を使った雑貨やパンやき用が制作されたりするなど、 新たな活用法が見出されている。2015年から何種の端材を活用した雑貨を作る店ができ、千歳空港などで土産品として販売されている。ありがとうございます。